和菓子松村、横浜市中区関内駅から徒歩1分ほどの場所にある和菓子店です。いなり寿司で有名な1839年創業、伊豆平さんの隣にあるお店です。松村さんは1897年、明治30年に馬車道の交差点にお店を構え、現在は4代目の方がお店を営んでらっしゃいます。茶道関係者の方もお客様に多い昔ながらの老舗和菓子屋さんです。今回チーム627は松村さんに直撃取材してみました。はい、お久しぶりです。めっちゃ久しぶりじゃないですか。元気でしたか、ひろママ。とりあえず息してますか。私も息してました。さあ、ここはどこですか。はい、ここなんだ、和菓子松村さん。はい、松村さん。はい、え、横浜の、はい、どこですか、ここは。ここは馬車道ですね。馬車道ですね、はい、関内駅ですね。はい、関内駅からすぐ近くの横浜の関内駅、松村さんっていうところがあります。さあ、来てください。創業明治30年、素晴らしい。すごいですね、優に100年超えてますね。ですよね。はい、さあ、今からここに突撃行ってみたいと思います。はい、いきなりもう今日はもうガチの突撃ですね。はい、何ですか、和菓子ですか。和菓子です、和菓子です。で、さ、三色なので、ちょっと行きましょう。はい、じゃあちょっとここカメラ回さないで、もう行くだけ。ダメなの、年末、はい、皆さんどこも年末忙しいみたいで、ちょっとね、あの菓子屋の年末忙しいで NG をいただきました。はい、もう本当になんか、触れの顔は違いますね。違いますね、やっぱりね、ちょっと厳しい。もう勝負の顔になってましたね。そうですね、ちょっとね、はい、ドキドキしながら忙しいんですよ。はい、どうしましょうか、ここの お店は。じゃあ、はい、今度またトライを、はい、年末明けて忙しくない時にトライをしましょう。わ、はい、かりました。じゃあここの和菓子松村さんは、はい、また年明けたらしっかりもう一度トライしてみましょうか。はい、はい、じゃあまた次行きましょう。はい、じゃあ次行きます。どうも。はい。